んな。王妃様！やめろ。もう助からねえ。レベッカ様！言って、愛していると。今、言って、お願い、イージス。嘘でも、いいから。ようやく死んだか。さすが田舎生まれの女は害虫のごとくしぶといな。なぜですか、国王陛下！なぜこのような非道を！口答えとは何様のつもりだ、イージス。レベッカをたぶらかした貴様も同罪なのだぞ。違います！私はたぶらかしてなど。貴様に自覚があったかなど関係ない。現にレベッカは私を裏切り、貴様に惹かれていた。ならばその存在が罪でないはずがなかろう。そんな。だが、私は公平な男だ。この世界で裁きの是非を決めるのは国王ではない、ビジョンオーブだ。イージス、お前にはずっと監視をつけていたのだ。レベッカとの証拠を抑えるためだったが、おかげでいいものが取れたぞ。ビジョンオーブの映像？あれはさっき魔物から王妃様を連れて逃げてたところ。何も知らぬ者が見れば逃避行のようではないか。民はこれを見てどう判断するかな。やめてください、国王陛下。聞けぬな、下船なぬすっとめ。民よ、この男は騎士団長でありながら我が妻を寝取り、逃亡の末保身のため殺めた。さあ選べ、イージス・アルバの運命を。忠誠を誓うべき王の妻を奪った、騎士にあるまじき行為だ。男としてありえない。しかも都合が悪くなったら殺すなんて。女を物としか見ていないんだわ。最悪の罪だ。こんな奴を野放しにしてはいけない。消えるべきだ。消えろ、消えろ、消えろ、消えろ。オーブが、そんな、こんなことが。なんで、王妃様を殺したのは彼じゃないのに。だが一緒に逃げてたことは事実だ。一部の事実があれば、それらしい出来事は全部事実だって思っちまう。そんなもんだろ。どうでもいい他人のことなんだよ。罪の刻印？俺に、こんなものが。落ちたな、トガビトめ。トガビト？俺が？執行者が来ない。なんで？そうか、奴らの研究の成果。ならば兵を使えばいいだけ。何をしている、トガビトを捕らえろ。はっ。よし、今のうちに行こうぜ。あっちは新しいトガビト捕まえるので忙しいみたいだしよ。でも俺はこんなの嫌だ。イージスを放っておけないよ。そうだね、カナタならそうするって思ってたよ。
イージス、一緒に逃げるんだ。ナス、俺なんか行こう。逃がすな。トガ人をまとめて始末しろ。トガ鬼も一緒だ。ま、なんとなく分かってたわ、こうなるって。甘いかな。ダメだと思う。いいや、お前がそうしたいならいいんじゃね。それに派手な方が俺も楽しめるしよ。さーて、やろうぜ。行くですよ。この騎士たち、何か変だ。私のこの衛兵に意志はない。そんなものは決してある。意志がなければ裏切ることもなかろう。どこまでも最低な男。できます。